さあ、ペガサスロッカールーム、今回は群馬県沼田市出身です。背番号7番、茂木譲太選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、群馬ダイヤモンドペガサス、これ。初めての沼田出身の選手、知ってました。いや、知らなかったです。知らなかった。はい、沼田市出身の初めてのね、ねペガサスでの選手ということですけども。茂木選手の、これ、野球のこのキャリア。はい。ちょっと教えてください。もう子供の時から。そうですね。沼田で。 小中学校まで野球やってて。小学校はどこで。ええー、沼田川小フェニックスです。うん。で、中学は。は、沼田西中学校で軟式野球をやってました。<ー>はい、で、高校は。は群馬の樹徳高校です。という、まあ、強豪に進むんだわけですけど。はい、まあ、その中で、いわゆるどうですか。うん、この小学校、中学校時代のキャリアとしては。はい、そうですね。まあ、でも。中学校の時は。うん、まあ。関東優勝。 全国ベスト16ぐらいまではおお中学野球でこれはすごいじゃないですかその時のポジションははセカンドですセカンドはいあセカンド守ってたで今は外野手としてプレーしてますけれどもじゃあ外野にあったのはは高3からです高校3年生から高校三年生かそれまではずっと内野は内野ですへえというところで高校じゃあ自高校校選んだ理由は何なんですか そうですね、まあ、ちっちゃい頃に、うん、えっに樹徳が2年連続決勝っていうのがあってでその印象がすごい強くて、うん、で本当にバッティングがすごいっていうイメージがあったので自分もそこでやりたいなっていう気持ちがあってもうずっと樹徳高校っていうのは決めてましたたもももうううあの自分ややりたいとう、はい、どでででですかでも入っってててみて中学まではこう南式でやってきた。はい 学校の部活でやってきて、高校、はい、強豪校。はい、一気にレベルが上がった部分あったと思うんですけど。はい。まあ、本当そうですね。やっぱり。まずボールが本当に慣れるのに、すごい時間がかかったのと。本当に、うわ、ちょっと無理かなっていうのは正直な感想でした。うん。そんな中、どうですか。はい、背番号は最後は。まあ、最後は。7番でレフトで。うん。打順は。は、三番打ってました。三番。はい。ええ、最後の大会、どこまで進みましたか。 まあ最後はでもベスト8ぐらいで終わっちゃいました、うん、うんでその中で高校卒業してから野球を続けるかどうかっていう悩みもあったかもしれませんけどそれは迷いなかったそうですね大学野球はもうやるっていうふうに決めてて、うん、まあその中で樹徳は結構こう大学への進路が良かったので、うん、まあそういうところも考えて高校選びをしてましたへえ今どきの中学生ってそこまで考えて高校選びしてる まあ自分の場合はもう大学まで行って、うん、まあその後社会人だったり、まあ、独立,だったり、まあ、独立はあんまり考えてなかったんですけど、うん、まあそ上のレベルっていうまで考えててまずは中学校の段階では大,大学までしか考えられなかったので、うん、まあその中で群馬で強くて進路がいいっていうところを考えた時に受読っていうふうに選びましたへえどうですかその中で高校卒業後、はい、白鵬大学に進まれますけど、はい、これは自分が行きたかった大学 まあ、そうですね。関東で、まあ、強いところっていうのを考えてて。まあ、その東都とか六大っていうのはやっぱり、実力的に難しかったところがあったので。うん、まあ、でも、白鴎大学っていうのは結構、大山さんだったりとか、プロっていうのが多かったので。うん、まあ、そこに決めました。なるほど。じゃ、あ大学野球から、その上のプロ、N. P. B. っていうところの目標は。はい、はずっと、まあ、ちっちゃい頃から N. P. B. っていうのは、持って野球はやってました。うん、だから、まあ、白鴎大も、一つの選択肢として、ね。はい で、大学野球はどういったキャリアですか。はい、大学野球、まあ、2年ぐらいからベンチに入った、入って、まあ、試合に出たり、出なかったりっていうのは多かったんですけど。うん、まあ、神宮大会には出ました。うんで、はい、まあ、これ大学野球で、次の進路、これ悩む時じゃないですか。はい、この時に、野球を続けようと決めたのはいつですか。はい、まあ、そうですね。ず。 まあ入った時からまず社会人、うん、その後にプロっていうふうに自分の中で設定してて、うん、まあそのやっていく中でいろいろなことがコロナだったりとかまあそういう練習社会人野球に練習参加できなかったりとかなかなかこうアピールするっていう場面がなくてまあその中でまあ栃木のゴールデンブレーブスっていうところにえまあ入団を決めてそこでまあプロを目指してやっていこうっていうふうに考えました。 1>, 1年間昨年は、まあ、同じリーグで戦う、はい、栃木でのプレーでした、はい、どうでしたか大学野球とこのまたなんか野球の違いっていうか、うん、なんかすごいやっぱ最初は戸惑いはあったんですけど、うん、まあでもこう自分を売り出していかないとやっぱプロの世界っていうのは本当に厳しいっていうのをまあ分からせてもらった時、まあ、勉強できて、まあ、その中でこう西岡選手だったり川崎選手と一緒にできたっていうのは、うん 本当にすごい勉強になりましたまあ世界で活躍した2人からはいろいろ学んだことありますけれども、はいはい、で、まあ、そういう刺激のある栃木での1年間のプレーで地元群馬への移籍を決めた、はいはい、これはどういう経緯ですかまあそうですね地元群馬からやっぱり NPB に行きたいっていうのがあったので、うん、はい決めましたあ、栃木からじゃなくて群馬から行きたいそうですねまあ。 最後はっていうんじゃないんですけど、うん、やっぱり群馬でやってこう群馬の人たちにプレーを見てもらいたいっていうのがあったのでこれはこれで嬉しいですけれども、はい、これどうですか地元に帰ってきてのプレーは高校時代以来ということですけども、はい、プレーはいかかがですかまあやっぱりこう応援してくれる人がやっぱり栃木よりは群馬にいた方が本当に試合に来てくれる友達だったり、まあ、家族だったりっていうのがあるので本当に。 まあ気を抜けないじゃないですけど本当により一層頑張ろうというふうに,になりましたで。沼田市出身ということで、はい、沼田市といえばン、ね、ズ、はい、で活躍する高橋光成投手だったりとかということで、はいはい、地元の人も結構応援してくれてるんじゃないですかそうそうですす、ね、かそうね、はいまあ。高橋光成選手に次いでプロ野球選手になるように頑張りたいいと思います。うんまあ、そんな中ですけれども模擬譲太、はい、自分のプレーここがセールスポイントだずばり教えてください。 そうですまあ、バッティング、まあえー、とヒットの数だったりとか、うん、あとはまあ勝負強いあチャンスでの1本だったりとか、うん、まあそういうところのバッティングっていうのを見てもらいたいなという思いますこれ、ねえ、身長的には173センチそれほど上添いは大きくないですけれども、はい、自分のバッティングこの勝負強さとかありますけど、うん、こういうところが他の人よりも自信があるというところは えー、こいつが打席に立ったら何かしてくれるじゃないですけど、やっぱそういう、うん、バ相手ピッチャーから嫌がられるようないやらしいバッターっていうのを、まあ、自分の中で結構考えながらやってるので、まあ、そういうところを見てほしいなっていうところそんな中、はい、こう群馬で,でも出場の機会っていうのも増えてきたと思いますけれども、はい、このあたり、自分の今のコンディションっていうのは、だいぶコンディション上がってきてるので。うん ま,あまだシーズン序盤なので残りの試合どんどんアピールしていきたいと思いますどういうところが自分がこう進化できている部分ですすかそうですね。<laughs> まあやっぱりこう打つだけでは NPB っていうのは厳しいっていうのは本当去年1年間で分かったので、うん、まあ外野手なので守備だったりとかまあ走塁足っていうのを絡めてえそういうところでどんどんアピールしていきたいなっていうす。こ思います。これだから 地元群馬に帰ってきたら、ご家族の方とかも結構応援来てくださるんでしょう、はい。はい。今、実家住まい。いや、今は一人暮らし、ね。一人暮らし。で、はい、じゃ実家にはたまに帰ることがありながら。はい、どうですか。家族は群馬でプレーするって言ったときは、どういうリアクションでしたか。うん、まあ、そうですね。やっぱ栃木の時でも見に来てはくれたんですけど。うん、やっぱ、もっと試合を見に行く機会が増えるっていうことで、本当に嬉しく思ってくれました。 いやこうやって話してても受け答えめちゃくちゃいいし自分の考えがまとまってるなって感じしますけども結構野球をやめようと思ったりしたことってあります,すまあそうですね本当に大学4年の時に、うん、なかなか進路が決まらないっていう状況で本当にこの中で野球をやっていいのかなとかまあ 自分はどうなのかなっていうのを結構見つめ直すことがあったんですけどでもやっぱり野球はまだ諦めきれないしまだやりたいなっていうのがあったんでいやもう僕もね夢を追ってこの喋る人間の仕事として頑張りたいなと思った時、はい、他のね、はい、同級生とかが。 こういろいろ就職していったりとか家庭を持ったりするといろんな焦りってあるでしょう正直。うん、<laughs> まあそうですね。それでも自分は野球を続けてどんな姿を見せたい <laughs> そうですね、まあ、まあ自分の知り合いだったりとか、うん、まあそういう人にまだプロ野球選手っていうのはいなくて、まあ、それで本当に常に自分は一番でやり続けたいっていうのが自分の中であるので、うん、まあそうな まあ、プロになって地元だったり、まあ、親が本当に良かった穴じゃないですけど、まあ、そういうふうに思ってもらいたいので、うん、そのために頑張ってるっていうのはあります、うん、いいなあこの夢をずっと追い続けて、はい、このゲームプログラムにも書いてありますけど自自分分の好好ききななところは負負けけずず嫌嫌いいが好きそうですね本当に小さい頃から体が小さくて でもその中でも大きい選手には負けたくないっていう気持ちでもうずっとやってきたのでなんだろうその負けず嫌いっていうのは本当に今でも続いていいいますいいなあ魅力的やなあ今の自分の100%を愛して、はい、その100を表現する、はい、NPB と自分との距離感どれぐらいで感じてま,すかいやまだまだ本当に全然遠いところだと思うんですけど、うん、でも自分の中でこう自分を分析してなんだろうそれに 行くためにはっていうのは結構考えるのが好きで、うん、そ,うそれをどんどん潰していけながら最終的に NPB に行けたらいいかなっていうのは思っていますでも NPP だけじゃなくてこうなんか野球の深みだったり野球の楽しさっていうのは去年の群馬ダイヤモンドペガサスのこのチームこう結構こう充満してたらいい雰囲気だと思うんですけどこの辺りどういうふうに感じてますか、はい、いやそうでですすね本当にまだ入っっててヶヶ月3 4ヶ月ぐらいいしか経ってないんですけど 本当にチームがすごい明るくて、やりやすいですし。うん、本当に群馬に来て良かったなというふうに思います。チームで参考、はい、影響を受ける選手っています。<laughs> ええー、有松さんです、ね。うん、どういうところが。まあ、同じ右投げ左打ちの外野手ってこともありますし。そうですね。まあ、結構いろいろこう。バッティングの話だったりだとかも、させてもらうんですけど。まあ、結構なんだろう。 あの人も向上心というかすごい野球に対して熱心なので本当に話してで楽しいなっていうのがありますなるほど、ね、これだけハきハキ喋ってるけど自分に悔しくて涙する日もあるででしょうはいそうすね結構まあそうですね,結構,、まあ、そうですね結構挫折じゃないですけど、うん、やっぱなかなか結果が出ない時期っていうのがすごい多くて、うん、怪我に悩まされたりとかあったので。うんはい なるほどねでもこれだけなんかハツラツとしてなんかこう我々にこうメッセージを伝えてくれるっていうところも含めてですね今充実してるでしょそうですね充実してます、うん、うん。じゃあちょっと最後に改めてカメラに向かって今後この模擬状態今シーズンどんな姿をファンの方に届けたいのかどんな姿をねあの応援してくれる人に届けたいのか一言伝えてくださいはい、はいえー 今シーズン残り50試合ぐらいですが、えー、まずチームの二連覇っていうのに貢献できるように、えー、頑張っていきたいと思います。そして、えー、地元群馬から NPB に行けるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。いや沼田の皆さんもすごい応援してくれてるでしょ。はい。なあ、沼田盛り上げなあかんね。そうですね。うん、ちょっと家族にも一言言ってるよ。<家族> <laughs> せっかくこれ県内出身の選手ないから、家族。<laughs> めっちゃ応援ししててくれるでしょそうですね家族はいえー、それと、うん、えっと自分の個人スポンサーをしてくれてる<お>目崎鉄工さんと千輝健介さんには本当にお世話になっているので、うんえー、その人たちのためにも、えー、まず NPB っていうのも目標に頑張りたいと思いますそして、えー、ずっとここまで家族の支えがなかったら野球はできてなかったのでまあ両親2人に 恩返しをしをたいと思うのでよろしくお願いします。手で <laughs> くさいけれど <laughs> いやーでもいろんな選手にはいろんなドラマがあって、ね、グラウンドに立ってるし、はい、いろんな感情がね葛藤だったり、はい、楽しい時だけじゃないじゃないですかね、はい、いろんな思いでグラウンドに立ってる、うん、だから沼田出身7番茂木丈太ぜひ注目していただければなと思っております。 ということで、ペガサスロッカールーム、今回は群馬県沼田市出身の初の群馬ナイモンドペガサス選手、模擬譲太選手にお話いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。熱い男です。いい男じゃん。ありがとうございます。あ、はあ、ちっこいけど、お前飯食えよ、もっと。<laughs> はい。